この小始めたんです学校のけど頃ね。にテレビとか見てたと思うけどさ、はい。テレビに誰が映ってた？テレビ誰映ってたの？小学誰が歌なんか歌ってたんだろう。校の前半とか、ちょうどだから僕は小学校4年の時ぐらいは、光源氏なんですよね。光源氏か。4年生で？そうなんですよ。4年光全盛期っていうか、もう本当源に、氏。4年光源氏か。ローラースケート履いすて、っかりおじさんになってさ。いや、もう親父だったな、最近ですよね。小学校4年生ぐらいはそうですね。だから、光源氏か。1年生、2年生とかのテレビの記憶はちょっとないぐらいですね。あんま見てなかったのかもしれないんですけど、普通に生活をしてたんですけど、お姉ちゃんとお母さんが履歴書を送ってところから今のこの事務所が始まるんです。だから奈良ののんびりした何気ない日常に電話が鳴って、もう外国人から電話かかってきたと思って、誰やこれと思って、お母さんなんか外国人から電話かかってきたって言って、誰よって、もしもしって言ったら、ってくるわけないだろ。はい、みたいな感じで、すごい腰低く喋り出すから、あれ、うちのお父さんも貿易みたいなの始めたんかな思って、すごいことなってんなと思ってたら、あのジャニーさんやんかって言われて、誰やねんジャニーってって思って、知らんわそんな外国人って言ったら、ジャニーズ事務所の社長さんやんかって言われて、いや、そんなことあるわけないやんかって話になったら、いや、実はこうこうこうで履歴書送ったからって言ったら、だから光源氏のコンサート見に行くでって言われて、それは何、履歴書だけで？履歴書だけです。でジャニーさんが堂本っていうたまたま同じ名前のカードを引いて、これは抱き合わせたら面白いだろうってところから始まってるんですよね。面白い。あ、そうですね。でその頃は関西では関西ジャニーズとかなかったんで、あ、そっか、関西ジュニアもなかったんで、なかったんだ、まだ、ね、でデュオっていうのもなかったですし、僕ちょっと一回合わせてみようってことで横浜アリーナに呼ばれるんですよ。これで僕とお母さんここで待っててくださいって言われて、廊下で立たされ待たされ、そしたら僕の目の前ももう行ったり来たりする忙しそうな掃除のおじちゃんがもうブワーって横浜アリーナ駆けずり回ってて、ほいでその掃除のおじちゃんもブワーって目の前に来て、お待たせしましたジャニーですって言って、お母さんと散々掃除のおっちゃんって言ってたのに、ジャニーですって言われて、意外にも思ってた社長じゃなかったんですよ。ダンディーなね、ヒゲとか蓄えてても外国人のね、目が多くてみたいな、横文字使えそうな感じだもんな、だったんですけど、すごい小柄のね、お待たせしましたってめっちゃ息切れしながら、ジャニーですって言われて、息切れしながら本当、この人が、あのジャニーさんなのか。ジャニーさんは今でも、日本中の人が知らない人はよくわかんねえと思うよ。謎の人だね。謎の人ですよね。ジャニーさんを見て、嘘って言うと思うよ。そうですよね。いや、衝撃的ですよ。だって移動するときにね、紙袋で移動してるときありますからね。カバン買えやって言いましたからね、僕社長に。いや、いいんだよ。めんどくさいんだよ、もうこれで。もうこれでいいんだよ、僕は。でも物腰の優しい方ですよね。いや、ほんとそうですね。優しいか。普通のおっさんでしょ。